チートの使える弓で PVP バトルでございます。先手師匠よろしいならばクリークだ。まず仕掛けていったのはスピードスターオンリー。挨拶代わりに炎の矢を打ち込んでいます。あ、なんか燃えてる。家が氷に炎は効果抜群。ペンギン動揺を隠せません。やばいつら容赦ねえのか。容赦はないでしょ、 PVP なんだから。容赦はないで。ロジカルで冷静なツッコミが入りました。切り替えの遅さ RTA。 ボンさんもここにとスイッチが入りました。ただその間にメンも着々と準備を進めている。改めてにはなりますが、村人と交易をすることで特殊な矢を手に入れることができます。家を飛び出していきました建築ガチ勢。勝利への道筋をしっかりとデザインすることができるんでしょうか。サングラスから覗いている鋭い眼光、相手チームの退路を塞ぐ、地下のスペースを狙うことなど誰でもできますね。ゾンビがめっちゃ送られてった。これめっちゃ時間取られるなこれ。ここは後ろに下がるしかありません。得意の卑怯ができないところがもどかしいところ。しっかりとボンさんを釘付けにしながら、真の狙いは炎の中のペンギン。燃え盛る拠点に矢を放っていく。空を飛んだペンギンなのに。めっちゃ燃えてる。やばい TNT で死ぬ。あーハート0.5。響く悪魔の笑い声。そしてオラス君、何があったのか。聞いて、なんか来たやばい僕一人になっちゃった。やばい、3対1だ。あ、ボンさん死んだわ。反応がかなり薄い。 TNT の矢を使ってまるで赤子の手をひねるようにボンさんを倒していきました。これ村人と攻撃した瞬間やられますよね。でも状況は最悪、人数不利の3対1。理論上逆転はかなり難しいんですが、ここは打ち返していく。打っていいのは打たれる覚悟のあるやつだけだ。どうやらドズル腹は決まっているようです。ここで村人の自由落下。重力加速度 G は 9.8。 極限の状況でもしっかりと頭を冴えている。何のために大分から上京してきたのか。2人の思いを背負ってこの戦いに勝利するため攻撃まで来ました。屍を踏み越えてグレンの弓矢を放っていく。要するに TNT なんかいろいろ飛んでみよう。大原面は高みの見物。逃げまとう社長をおもちゃにしながら、いろいろな矢の能力を試す余裕があります。クソチレッテーな。俺ちょっといやらしい雰囲気にしてきます。自らが乗り込む代わりに送り込んでいくのはゾンビの軍勢。 SF 界から失礼するぞ。目の前に現れたのは大量のクリーパー。オラス君も横から援護射撃。金曜キラキラ鬼畜の火を押し付ける。ここで倒しきりました。いてクリーパー。やめてうわー、やめろ。あー、終わった。